広島科学塾始めます。今日はですね、ちょっと藤川球児投手、はい、元投手の解説、これがねちょっとうまいなぁと、うまいという表現がいいのかどうか。先日塾長の方から何でしたっけね、時代錯誤感を感じるパート OB についてと、まあ、実際 OB でこれこう監督とかというよりもどっちかというと解説の話をしていただいてて、まあその中でね、藤川球児投手コーチがあって、こう藤川球児解説のことを話をしたり、もしくは野村健二のこう解説のこともですね、こう比較したりされてましたけど、どうですかね、こう今回ちょっと野村健二の選手とか、まあ、黒田選手とか、まあ、よく解説されるアニャさんでもいいですし、諏訪純一さんでもいいですけど、と藤川球児、解説のことの解説の仕方を比較されたらいいかなと思うんですけど、どうでしょうか。もうですね、藤川球児、まあ投手、まあ、まあほとんどが阪神に在籍しているので、まあ阪神 OB。で、まあ、阪神戦の解説が多かったり、まあ、当然、他のチームの解説もしているんですけれども、まあ、阪神戦だけじゃなくて解説しているケースもたまに聞くんですが、藤川球児投手がうまいのはですね、どうしても OB だと、ディスるというか、すごく、まあ、厳しいことを言わなきゃいけないケースがあると思うんですね。集まるところ、もし阪神の OB で阪神の解説になれば、まあ、まあ、じゃあ例えば阪神カープ戦としましょうか。はい。普通の阪神 OB は、阪神側に対して叱咤激励するような、そんな感じが多くなると。多くなりましたよね。ああ、はい。で、まあ、あまりね、チャンスで悪ければ、こういうふうにやった方がいいという、まあ、なんていうかな、現実的な苦言は、解説ですから、あるとは思うんですね。はい、はい、そうですね。チャンスで点が欲しかったみたいな。ところが、藤川球児投手は、そのチームの弱点を、ズバリと言わなきゃいけない。得点、まあ、例えば今回でいうカープの場合のように、得点圏で点が取れないと。これが大問題なんだと。でも OB としてはそこを突っ込めないわけですね。笹岡監督に一球ごとに、もしかしたら狙い球のサインを出した方がいいとかどうこうって言えないわけですよね。OB としてはなかなか。例えば野村健次郎元監督が阪神カープ戦を解説しますと。で、そういった場面ができましたと。どうと、ヒットが出るけど、手が入らない試合だと。で、野村健次郎元監督としては、まあ、監督での辛さもあるんで、分かってはいるけど、そこまで深掘りしては、話をしないということですかね。はい。ところが、藤川球児投手が深掘りするときには、阪神がチャンスで点取れなかった想定に変えるんですね。なるほどね。カープの側、まあ、藤川球児投手が、まあ、カープ側の野村健次郎さんのような解説の側だった場合には、対戦相手の側が点取れなかったときに変えるんですね、場面を。
だからバントをした方が良かったとか、うん、いやだから強攻の方が思いっきりバットを振ってくれた方がピッチャーは嫌な思いをするから、うん、だからここは思いっきりバッターには振ってほしかったとか、それというのは、だから、藤坂球児が解説するときに、阪神広島戦と、で、広島が点が取れないというときに、広島のことを言うんじゃなくて、阪神だったらこうするとか、阪神の話をするってことですか？そういうことです。なるほど。阪神の側からカープの問題点を指摘していくわけです。ちょっとじゃあ阪神の方を借景というか舞台を借りて何かを言おうとするって感じですかね。そういうことですね。なるほどね。もしあとは筋書きとしてはその選手の、まあ、技術的な話のいいとこ悪いとこの話はするんですけれども、うん、その場面設定上、その球団を、まあ、悪く言うようなケースになってしまった時には、場面設定は自分が OB なので、うん、OB じゃない相手方の対戦相手、今回で言うと、まあ、野村健次郎さんの側で言ったら、阪神の側に立った方で、カープの悪い点を指摘していく。なるほどね。ちょっとカープを批判してないですよね。阪神の悪い、こういう時の阪神はこういうふうにして点取れなかったのと、カープは今同じような状態で点取れませんでしたって言えばいいわけです。なるほどね。そうすると解説としては、元阪神のことをタイガースするんですけども、まあ、聞いてる側は、視聴者は、まあ、どっち側かの可能性が高いわけですから、本当は出身のチームは別、そして公平に、まあ、少なくとも喋る量は公平がいいじゃないですか、聞いてる側、はい、少なくとも分量は。そうですね。藤川球児の選手の元投手の解説を聞いてると、阪神 OB にもかかわらず、なんか相手の例えばカープのことをいじってくれてるというか、触れてくれてるな、そういうことなんですね。なので、よく平等って言ったときに、喋り方が変に平等な感が出て、違和感があるのが、守備の、攻撃の時の喋っちゃったら、攻撃側のことしか喋らないってことをやりだすわけです。ああ、なるほどね。守備の、だって両方ね、攻撃は平等に両方攻撃の回数はあるわけですから、攻撃のことだけ喋ってると平等になるわけですよね。そうですね。うん、で、守りのことでピッチャーのことだけをずっと初めから最後までピッチャーのこととか、や、守備の、守備位置とか守備のことと、守備に対して攻撃に対してどう守備がいいっていう話をすれば、これも平等に。そうですね。なりますけど、試合の流れなんてそんなわけないわけで、そうですね、必ずどっちかに偏るはずなんですよ。そうですね。平等な、要は3対2とか、シーソーゲームじゃない限りは、絶対に、まあ、特にワンサイドと言われるゲームは、どちらかに大きく、偏っちゃうはずなんですよ、解説自体。そうですね。どうしてそれがないのが違和感がある解説の人が何人かおられたりするわけですね。平等を意識するがゆえに。なるほどね。で、藤川球児投手はそういうことをしないで、自分がここは深掘りしたいとなったときに、このチームを悪く言いそうな場合には、相手チームの側からどういうふうに見られてるからどうした方がいい。原監督がこう見えてこうやりそうだからカープベンチはこうした方が良かったんじゃないかって言えばいいわけです。うまいですね。これは非常にうまいテクニックですね。なるほどね。相手ベンチがこういうふうに仕掛けてきてるんだからこちらとしてはこういう作戦かこういう作戦を取るともしかしたら
原監督自体は、まあ、ジャイアンツだったら、原監督自体は、なんか別の手を考えなきゃいけなくなるんじゃないか、言い方をするわけです。で、カープのことをそれだと、こう、藤川球児さんがですね、投手、元投手がこう話してるんだけど、ジャイアンツファンからしても、置いてけぼり感がないですね。ないんです。原監督の目線で喋ってくれる。そうです。原監督の目線でカープのやるべき攻撃、要は言いたいことはカープの攻撃を言いたいんですよね。そうですね。でも、はい、まあ、笹岡監督の手はやってほしくないことを打っちゃってるんですけれども、でもそれは原監督にとってそういう方法はやりやすく見えますよっていうふうに言えばいいわけなんです。藤川投手現役時代の日の玉ストレートの頃とか、豪急な頃の、こう、すごくこう、8回だった9回だった頃の、藤川球児投手の現役時代のイメージと、喋りを聞くと、すごく違いますよね。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。